友達が落ちた時。どうもちゃ、篠原です。今回ですね、友達が、大学に落ちちゃったという時に対して、まあ私たちができることを話したいと思います。で、まあ、この動画見てる人はですね、まあ、非常に優しい人だと思いますね。なんでしょう、まあ、しかも多分ですけど大学に受かった人だと思うんですよ。自分自身は受かったけど友達が落ちちゃったっていう人が多分大体こういう悩みを抱くんで、だから優しくて頭もいいっていう、まあ、非常に、あなたはですね、この動画見てるあなたはまあいいやつだと思います。で、だからこそですね、多分その友達が落ちた時になんて声かけてやればいいか分かんないと思うんですよね。まあなんでしょうね、まあ頑張ったのにねみたいなこと言っても、なんかお前受かったくせにみたいな、なんか心の中で見下してんだろみたいな風に思われそうだとか、あるいは、くよくよすんなってみたいなこと言っても、なんか上から目線になっちゃってみたいなっていう悩みをね、抱くと思います。で、僕自身ね、大学に落ちたから分かるんですけど、何も言わないのがいいと思いますね。というのもですね、落ちたばっかりの人って、視野狭くなってるんですよ、めちゃめちゃ。で、まあなんか、自分自身、なんで頑張ったのにな、みたいな感じにもなってるし、なんか、なんでしょうね、こう、ものすごい視野が狭い状態なんですよね。で、その友達とか先生、誰かで構わず、まあ、ちょっと敵対視みたいな感じになっちゃったりとか、で、テンションも全体的に低いしですね、まあ、基本的に何も手つかないみたいな感じになってると。だから、努めてですよ。努めて、今まで通り接してあげるのがいいと思いますね。で、ある程度ほとぼり冷めた段階で、例えば落ちてすぐは声かけない方がいいと思うんですよ。落ちてから、まあ、ちょっと、1日2日経ってから、まあ、1日2日も早いかな、1週間、2週間、3週間、まあ、1ヶ月ぐらい経ってから、まあ、俺先行ってるけど、お前頑張れよ、みたいな、感じで、まあ、なんか困ったことは連絡しや、みたいな、大学の様子とか、まあ、俺の大学でよかったら伝えるからさ、みたいな、なんかそういうような感じがいいと思うんですよね。だから、やっぱり何も言わない、触れない、まあ、極力、いつも通りに接すると。いうのがいいと思います。まあ、やっぱり受験勉強ですね、頑張ったからこその落ちた時のショックっていうのは、やっぱり計り知れないわけなんですよね。で、それに対して、我々ができることってないんですよ、正直。そいつの成績を上げることもまあできないんで、そいつが頑張らない限り。で、我々が代わりに合格させてあげることもできないと。合格証書上げれるんだったらまだしも上げれないですから、それもできないと。なので、基本的にはですね、まあ、触れないでおくと。まあ、そっか、みたいな。どまい、みたいな。っていう感じで触れないでおいて、で、まあ本当に不合格決まってから1ヶ月ぐらいですね、別れる時とか高校も卒業して、まあ自分は大学に行って、そいつはまあ予備校に行くなりなんなりっていう時に、まあルッチな頑張れよ、みたいな。待ってるよ、みたいな感じで、やると。で、お前が浪人してる間、俺の方は、まあその上京して、例えば東京の大学だと東京の大学で、まあ、女の子と仲良くして、お前がこっち来たらすぐ合コンでも何でもやって、彼女くらいは見繕ってやれるからさ、みたいな感じのやつがいい、本当にいいやつだと思うんですよ。やっぱりその、なんかね、下手に声かけても、まあ意味ないし、逆になんか、向こうも反感買うし、で、向こうがなんか、機嫌悪かったらこっちが気使ってやってるの、なんだお前は、みたいな、なんかそういう感じで仲悪くなるんで、無視ですね。放置が一番いいかな、と思います。ということで、まあ僕自身大学も落ちて、まあ、ショックだったんですけど、ぶっちゃけですね、まあよっぽど本番に弱いとかじゃなかったら、悪いのはそいつなんですよ。受験生なんですよ。もう100悪いんですよね。基本的に。その受験生が、まあ学力がないから落ちたんですよ。ですね。だから、まあ言ったらそこになんか変な気使うのも、ちょっと違うと思うんですよね。お前はバカだから落ちたんです。ですよね。だから、まあ、それ以上でもそれかでもないというふうに思っていただくのが、まあいいかなと思います。はい。ということで今回はですね、
まあ、友達が落ちた時の対処法について、まあ、軽くお話ししました。まあ傷つけるのも良くないけど、気遣いすぎるのもなんかあれなんで、みたいな感じでいるのがいいかなと思います。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。